活動量が多いんですよね、はい、ボールを持った時だけではなくて縦に割った太田俊介抜け出してくる前が開くシュート、再びリードを奪いました町田ゼルビア。前半38分、太田俊介今シーズン11点目。いやすごいですね、この辺の中盤のテンポのいいボールの動かし方から、ここも前に入れる、ここでダイレクトが入る、ダイレクトダイレクト続いて全てダイレクトですよね。いや見事ですね、この辺の崩しチームの意図、またそれぞれの狙う場所というのが、ね、きっちりあった素晴らしい崩しでしたね。最後はうまく流し込みましたね。また右足ではなくてやはり左足で持つことによってゴールへの